見てください、あのそそり立つ山、岩手を代表する岩手山、その裾野で行われています。こちらも岩手を代表するイベントの模様を今回はお伝えします。フジポも大活躍する予定。それではレッツスタート。車遊び TV、 この番組は N ズステージグループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月14、15の2日間にわたり、岩手山焼け走り国際交流村で行われた車遊びフェスジムニー祭り。ジムニーレースを中心として発展し、今日ではありとあらゆるジャンルを取り入れた、まさに車の祭典。車遊び、アウトドア、ステージパフォーマンス、大人から子供まで楽しめる一大イベントです。車遊び TV は見てください、岩手山の麓からお送りしております。そして私の相棒ももう来ているって言ってるんですけど、あれどこかな、どこかな、わー来たー、レーダーブレーキサポートが効きましたよ、ね、あ、私がいたからさ、ブレーキサポート、どうも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 、さすが、これ新型ジムニー、新型ジムニーですよ、かっこいい、もういじってあるね、このクラスさんの車で、やってまいりましたね。はい、ヒロ君です。よろしくお願いします。矢幅社長です。いや、どうですか今年のジムニー祭りは。大盛況でね、この天気がやっぱり、去年は初日が雨だったので、お客様の入りもね、良くなかったんですけど、今日はすごいですよ。ね、いい天気に恵まれて、はいはい、2日間ともね。さすがの晴れ女。あ、そうですね。はい、どうも、晴れ女です。晴れポンです。ぬかるみの女から晴れ女だった。そうですね。天気も味方につけ、上々のスタートを見せた今回のイベント、中でも目玉とも言えるのがやはりこちら、新型ジムニーの登場。そこで20年ぶりのフルモデルチェンジで世間を賑わせている新型ジムニーの魅力を紹介してもらいます。案内人は矢幅社長、 N ズステージ上原良一、そして数々のオリジナルパーツで違いを生み出すカスタム界のゴッドファーザー、ジャオスの赤星社長。それでは、始まりましたジムニー祭り、はい、この前に、今回の20年ぶりのジムニー、はい、変わりました、ね、ようやく出ました新型ジムニー。20年ぶり、20年前に何やってましたかね。20年前、ちょうどジャオスに入りましたね。ジャオスに入った頃、その前チャラチャラ遊んでたんでしょ。カナダで好きでした。ちょうど20年前のそのモデルチェンジ、その、平成10年23の10月の車枠の変更があって、鈴木でいうと K、アルト、ワゴン R、ジムニー、軽トラック、あと何、そのぐらいの車種が一気に出たね、各メーカーが。でそこから20年経って、ね、今回の、まあ、N チャージ積むんじゃねえかとかいろんな噂がありましたけども、今回の新型ジムニーに関しては、まあ、私の方で感じたのは、とにかくボディがしっかりしてるということは、まあ、お客様が乗った時にもし何かあった際に安全だっていうのが一番だと思います。まあ、あとは中も外も、レトロな感覚で最新のものがついてるっていう、まあ、鈴木日本が誇る世界最小の本格的四駆っていう形で、乗って楽しい車であるのは間違いないと思います。あとはまあマニュアル車のミッションフィーリングがすごく良くなったんで、やっぱり走ってて楽しい車じゃないかなと思います。もう気取っちゃったすげえ評論家出てきた。上原さんですから自動車評論家の上原。まあ車の性能云々については我々評論家ではないので、メーカーさんがカタログに出したままをお伝えすればそのまま、ね、もちろん商品はいいに決まってるし、ただそれだけでつまんないでしょと、今日そちらの方で、ね、レースやってますけども、そのレースでも使えて、なおかつ、街乗りも快適に、乗り心地を損なわずっていうのがまず我々のテーマであって、でかっこいい、
ここはね一番、うん、かっこいいっていう、まあ、今ノーマルですけどちょっと尺を上げてみました。3インチ。どうなんでしょう、デザインとかそのバンパーの変更、衣装変更とか だいぶあのジャオスさんに寄せてるような。そうです、だいぶあのあれとか言ってたこれなんか見たことあるみたいな。アフターパーツを意識した、まあ、デザイン、クセリアになっていて、うん、我々、まあ、パーツメーカーとしては非常にあの難しい材料なんですけど、うん、ただそこをまた上を行かないといけないし、うん、まあ、ヤマ社長も買ってお客さんに対してまたカスタムの楽しさだったり、カスタムして遊ぶ楽しさだったり、はいはい、まあ、そういったあの買ってから先の、そうね。で、まあ、うちもそのジャオスさん そのレースで培われたノウハウを、いただきながら、いろんな、ね、パーツに、インストールさせてもらって、商品開発の一端になっていただいているという認識でよろしいですか。そうですね、はい、あのジムニーに関してもやっぱりあのそういったラリーで培ったもの、あの今回も非常に、まあ、いい車に仕上がったんで、うんうんうん、あのそれにふさわしい、また新型 の、うん、あの一部流用できるできないっていうのはたくさん、うん、あの話はあるんですけど、うんうん、これからしっかり、うん、あの検証して、うん、乗ってみました、車。軽く、はい、いろいろあの電子制御になったりとか、うん、あの進化してる部分と、うんうん、良くなってる部分と、うん、あのもうちょっとこうしたいなっていうのも、ね、ブレーキ LSD が、ね、すごく性能が良くて、ただやっぱりそのゆっくりのモーグルの時の、電子制御なんかがあって、そこからなんでちょっとワンテンポ遅れるかな、窮屈だなっていう印象は若干否めないところ。また出たてですね、うん、そうあのすごくいい車です、全体的に。すごくね、そのうちも持ってきてるけど、その58年、47年の車が並んでるの、まだ現役で走ってない、まあ、でもそういったあのヴィンテージも現役で走ってるし、またこういった最新のジムニーも、あの最新のジムニーの強さもあるし、うん、そうですね、我々、まあ、Nスアタックとかしてもらって、うんうん、4WD、まあ、ジムニーのシーンをやっぱ引っ張っていかないといけないなと思ったんでね。まあ、ジャオスさんの出るの楽しみですね、はい、オートサロンぐらいにはもうできてるのかな。そうですね、期待していただいて、うん、オートサロンには我々ももう総力を上げてジムに全部ジムに出そうかと思ってるので、まあ、その時にはね、いろんな、各メーカーさん、パーツメーカーさんが、たくさんジムに出てくるんじゃないかなって思うんですけど、本当盛り上がってほしいし、はい、うん、まあ、メイドインジャパンが誇るべき、うん、多分ものだと思うし、まあ、これがまた新しい歴史がこれから始まるっていうのはね、すごくワクワクしますよね、はい。ジムニー祭りの会場にいますよ。こちらにはたくさんのテントがあって、それぞれのメーカーさんの自慢のパーツやグッズがたくさん並んでいるんですが、フジポンはこちらにお邪魔しています。東洋タイヤさんのブースです。早速お話聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。どうも、新婚のフジポンです。おめでとうございます。新婚です。はい、おめでとうございます。アピールしていかないとね。はい、はいはい、あのこちらにはどんなものが並んでるんですか。はい、東洋タイヤのジムニー用のタイヤのラインナップを展示しています。これ結構なんか全部形違いますけど、はい、全部ジムニーのタイヤなんですね。そうなんですね。ジムニーって言っても、街中でジムニーを乗られる方だとか、本格的に山を登ったりとかする方だとか、いろんなジムニーの使い方をされる方がいらっしゃるので、そういう方々に合わせたタイヤを開発して発売しています。なるほど。中でもおすすめってありますか。はい、オープンカントリー RT という商品。お、こちらですね。はい、はい、こういったゴツゴツしたオフロードイメージのついている、タイヤなんですけれども、実際にこの街中を乗ってみると、静か、見た派手な見た目と、音の静かさ、実用性の両立をしたようなタイヤです。こんなゴツゴツしてるから街中ではと思ったけど、街中ではスムーズに、意外と静か。あら、新婚生活にぴったりなタイヤですね。そうですね、はい、いろんな苦難をこのゴツゴツしたところを乗り越えてスムーズに平坦な道はスムーズにね。、はい、なるほど、頑張ってください。大変ですけど、いい教訓をありがとうございます。はい、夏日本自動車大学校のブースです。何やらゲームセンターにあるみたいなものがありますけど、こんにちは。こんにちは。こちら何ですか。はい、これはですね、トラベリングクラスルームといって、はい、まあ、今日はシミュレーターを搭載してということで、まあ、うちの、非常勤講師で織戸学さんというよく存じております、はい、が、まあ、あの作っている機械を実際に学生が授業で使っているので、まあ、今日は来た方にちょっとまあ体験いただこうということで、方にフジポンももちろんです。いいんですか。じゃあぜひ、じゃあ
やってみたい、はい、いいですか。よろしくお願いします、はい、やってみよう。え、これ実際に、そうですね、はい、こういう車に乗る人はこの体勢で運転していいですか。そうです、こういう体勢でやってるので、きつ、まあ、練習も兼ねて同じようなポジションで、はい、そういうこと、はい、なんかいっぱいあるボタン。そうですね、何が何かわからん。じゃあいいですかね。はい、はい、じゃあ行きますね。おりゃー、はい、あ、あー助けてー助けてー。あれ、で、私めっちゃ回ってません。逆ですね、逆向いてるので。わー、いけるいける。本当にハンドル重いですね。そうです、もう本当にこれが、あ、でも楽しくなってきた。はい、すっかりシミュレーターに夢中のフジポン。車遊びフェスジムニー祭りではジムニーレースはもちろん、未体験のコンテンツ、そしてパフォーマンスが行われました。ステージパフォーマンスに加え、番組ではおなじみフィッシングツールブランドソールズ代表佐藤一郎氏によるトークイベントも開催。他にもドリフトデモラン、ジャパンオフロードレースのプロトクラスマシンデモラン、そしてチェーンソーアーティストによるパフォーマンスなど、家族で楽しめるイベントが行われ、来場者を楽しませてくれました。徐々に日が沈み、辺りが暗くなり始めた頃、キャンプサイトの参加者たちは今夜の食事などを準備。絶好のシチュエーションが最高のスパイスとなり、この夜を印象的なものにしてくれました。そして今回もう一つの新しいチャレンジ、私新婚フジポンがジムニーのレースに挑戦しました。ついにジムニートライアルレースに参戦するミセスフジポン。バックアップに駆けつけたのは敏腕エンジニア。果たしてジムニーの仕上がりは、そしてレースの行方は。次回の車遊び TV お見逃しなく。また見てね。